わかるかもね。手がかりを見つけるには良さそうだな。ジャガー作戦指令基地の位置情報を送るわ。データセンターは冷やすために地下にある可能性が高い。パスワードは入手できていないからハッキングすることになるわね。地下はね、あ、映像が来た。うん、新しい地方フロルデオーロに入ってね。ちょっと映像を見るかな。はい、バラ将軍は愛国者よ。フロルデオロにある作戦指令基地からボリビアの軍事警察部隊ユニダットを指揮してる。サンタブランカがボリビアに来た直後、ユニダットと戦争になった。一般市民が巻き込まれ多数の死者が出たわ。数多くの死を経験したバロは祖国の平和を取り戻したかった。だからエルスエーニョとボリビア政府の密約の仲介をしたの。ユニダットはサンタブランカのビジネスに手を出さず見て見ぬふりをした。そしてカルテルは殺人を最小限に抑えると約束した。結果はすごく複雑よ。でもサンタブランカとユニダットは緊迫した関係にある。ボリビアが本格的な麻薬国家になった今、彼は当時の決断を後悔しているに違いない。バロ将軍は私たちの敵にも最高の味方にもなり得る。それを確かめる方法は一つよ。なんだよここ。さっき平和的森林地帯と見たはずだけど、うん、そんなに平和じゃない気がするんだけど本当なユニだったの汚職、うん、汚職というか、まあそんな感じだね。っていうかまあつまりそのバロ将軍っていう人がそのユニダットの生みの親。ジャガー作戦し、ほう、あれちょっと音声が途切れた。ジャガー作戦指令基地のサーバーにユニダットの秘密が隠されてる。そしてね、ここに重要情報とストーリーがもうすぐあるんだよね。うん。うん。こっからやっていかないかと。ん？ A 地点に何がある？ A 地点。ん？それそっちが。A 地点何も。あ、そうだった。じゃあちょっとここ、うん、B 地点だけ寄って。ストーリーミッション方面行こう。うん。いや、ここにもあるんだよね。2個ある。多分ここ規模的にまた来ることになると思うし、バレたら厄介そうだし。いやじゃあ制圧しちゃう？ドローン準備完了。電波障害だ、ここ。ドローンがジャミングされてる。まあまあまあ、まあ、情報だけね、取ってね、バイバイする。そう簡単にいかないと思うな、情報だけ回収っていうのは。うん、あ、邪魔はすぐ下にあるな。そうそうそう。じゃあ邪魔だけ勝ちってこようかな。うん、そんなに敵は密集していないっぽいんだけど。うん、ユニダットの貨物置き場標高 2665m。あーでも待って、これ監視塔にいる2人も森蔵だ。あっちは、ああなるほど、あっちはなんでもないな。あ、あの監視塔にもいる。うん、これ仲間もう2人欲しいなNPC ね。これ反乱兵の要請に狙撃ってあればいいのにな。やっべー、狙撃。おい、大丈夫か？大丈夫。あーどうしようかな。ここなんかこっちに来たからこいつだけやろうかな。あのさ、ああ一人入ってったな。敵がドローンをジャミングしてる。反応がない。こっちの監視と2人だけやるかい。あれ、何何何何何、うん、こっちの監視とどっちだ。あ、それか。うん、ちょっと離れだ。僕今回ね、スナイパーライフルは完全に対車両用として準備してきてるから、サプレッサーついてないから、主に AR をつけれない。いやつけれるけど、もうだいぶ威力減衰するから、うん、完全に対車両用として、まあ、つまりバレた時用の武器だ。1番は、待って、あれやれる？うん、やれそうだ。そっちどう狙える？狙えるわ。待って、ここの位置狙えてないな。もうちょっと上行くか。そっちの位置から1番打てるかい？あ、打てるよ。じゃあ俺が2番やるわ。はい、あー、打てねえわ。あ、はいはい。あ、あの位置なら打てるか。ちょっと待って、止まれ止まれ止まれ。オッケー。止まったね。2番狙った？ちょっと待ってね。オッケーオッケー。オッケー、ワン、ツー、スリー。はい。オッケー、監視と2つはクリアで、あとはこいつをやって。オッケー、邪魔切りに行くわ。オッケー。と思ったらこれ、侵入できないのか、こっから。ああ、有刺鉄線付きみたいな。まあ、こっちは、入れるよな、きっと。ああ、乗り越えれない。ちょっと移動中。オッケー。まあ、ここの地方、難易度5だからね。うん。まあ、難易度5だけあって、めんどくさい。ゲリラ戦が得意な我々にはちょっとね、ユニだとはレベルが高いよ。うん。あいつとりあえず、邪魔オフ。おい。よし、じゃあ見つかってない分の敵を索敵しようか。はい。まあ電源切らない限り彼らは全然警戒しないな。10人いる。そうだな。あとはそうだな。こんなもんかな。警報機、警報機やってもこの人たちみんな警戒したら警報機意味ないな。そうだね。どんどん来るもんな、本当。システムを発見した。あれサムだ。サムランチャーまであるし。おお。これ情報回収できる？うんとね、結構きついかも。うん、きついよね。ここはね、あ、近くに敵がいた。ん？あれどこだ？あ、邪魔が切れたことを警戒してるのかな、あれ。うん。あ、この中に入ったのか。うん、この地域時間結構時間かかりそうだな。うん、かかりそうだ。警戒はしてないな。まあ必要最小限の行動をとって敵減らしていこう。はい。単語ダウン。大丈夫だ、心配ない。弾補給、くれぐれもバレないように。はい、警戒されてるぞ。離れろ離れろ離れる。家から入った。イエローになんなければ大丈夫だ。うん、こっちの道路があるんだけどね、ここまっすぐ行ったら。ああ、オッケー。こいつを俺がやろう。あ、オッケー。ターゲットを排除。それ担いでどっか持っていけれる？無理だよね。ちょっと待った。なんかに見られた。あ、監視のやつかもしんないわ。あ、奥の監視とかもな。え？あ、違う。こいつ。どいつだ？あ、あいつか。監視とちょっとさ、あ、ヘリだ。隠れろ。おい、おい。はぁ。わぁ、難しい、ここ。ヘリがいる間は伏せちゃえ。監視とやれそうかな。待ってね、やるなら奥のやつも同時にやった方がいいな。ただちょっとこの距離を AR で狙うのはな。いや、でも奥のやつ、こいつ死んでも多分死体見えないんじゃねと思ったけど、動いちゃった。こっち下に1人こいつを倒す。オッケー。あ、動いちゃう。危ねえ。オッケー。1番はね、こっちから狙いそうだけどね。奥のやつは無理か、そっちからじゃ。1番は狙えるけど、逆に俺奥無理だわ。ストップ、またヘリだ。はい。どっか登れる建物ないか。ヘリどこにいた？あれか、あれか。2番な。1番向こう行ったか。今のうちに入るわ。オッケー。あ、待って、この監視塔の中入れるぞ。監視塔ちょっとこのまま低い姿勢保って、入っちゃおうぜ。あ、ここか。ちょっと待って。ドローンを展開する。よし。監視塔を倒したらもう。OK、ここから2番を打てる。この情報は取れるね。2番打てる？うん、1番もここからなら打てるぞ。ああ、じゃあ俺も行くか、そっち。なるべく頭は出さないように。OK、いいな。OK、ワン、ツー、スリー。ナイス。あとはかなり遠くの方にもう一人いるけど、あれはほっといていいね。うん、多分大丈夫。あともう一個監視とか。情報 B 取りに行くのきついな。いや、案外まあ目標 B だけに限るなら、まあちょっと降りてコンテナ越しに行くか。で、これもう B 付近は全然いないからさ、いけないんだよね。あ、また地上に敵が1人いるな。さあ、建物の中か。うん、ちょっと待って、これもう B 取れるわ。待って、こっちの建物になんか伝承情報が何かあるから持ってくね。オッケー。スキルポイント。ちょっと待って、調べてる最中に来んな。オッケー。バックバック。セーフ。で、あと、これ。ということは、このエリアは狭いけど、大半はユニタットというわけか。かな。バレると相当めんどくさいね。辛いな。一応ウレランと HTI は持ってるけど。なんとかユニタットの資料回収。OK、 じゃあとりあえずここを、うん、B だけ取りに行っておさらばしちゃうか。うん。敵は15人だ。敵15人？あ、ヘリだヘリだ。おお、マジか。定期的にヘリ来るもんな。なんとかなんないか、あのヘリ。うん、かといって落としたらさ、すごいことになるしさ、警戒度は。事故か？じゃあ済まないしな。襲撃隊になっちゃうしな。ほんとな。どれどれ B 付近は。B 付近さ、入り口1箇所しかなくない？そうだね、もしくは俺たちが一回このエリアから出て線路を沿って行くかだな。ああ、そっか、かなり遠回りだな。遠回りだけど一番安全だわ。で、そこの線路から行くにしてもまた監視塔がもう一つ。ああ、はいはい。うん、ダッシュ。よし、ここ沿って B ダッシュ。はい。あ、これか。おお、ああ、なんだろう、貨物車両、ちょっとこう上登って始末してくるから、後ろのもやをスポットしておいて。ああ、オッケー。あ、待て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 、一人近づいてきてる。あ、じゃあこっちか。オッケー。後ろのもやも結構来てるな。で、伏せながら行動してくれ。ほいほい。あー、2番どこ行く？よし。2番これ始末してもバレないかな。バレそうだな。上やってくるわ。あ、上やる？敵を排除した。オッケー。ナイス。で、下の2番は他の敵と合流したな。してるね。ああ、こっちはやっていいと思うな。1番1番やってちょうだい。2番ほっとこう。あ、オッケー。やった。オッケー。念のためにコンテナ入ってったやつもやっちゃおう。おう、やったやった。オッケーオッケー。あ、もう取れるじゃん。よし。あーっと車。おーっと車。邪魔くさいとこに。ヒヤッとするなここ。うん。ちょっとこっちに。車両から降りてくるなこれ。あ、まあでもこいつだけだろ。オッケー、やるわ。オッケー。ナイス。おーし。食料物資。弾薬補充。装備品だ。よっしゃ。こんだけちょっとね、難易度高いからいい武器があることを期待したいな。本当な。なんだこれ。あ、アサルトライフル、命中精度と射程距離を向上。レーザーサイト。あ、M4。安定の。MK17。あ、拡張マガジン。砂か。砂、あ、まあいいわ。砂でも十分。うん。あと LMG に。あ、アサルトの角間があるじゃん。いいね。あ、いいね、いいね。やっぱレアだこの辺は。そうだね、結構使えるものが多い。さて、このお、なんだここ、この上にすぐそこにあるんだな、パーツ。あ、あるね。 MK17。 敵あんまりいないから回収いけるんじゃないか。近くに敵がいるか。1名こちらに接近してきてる。おいおい、あいつ殺したらバレそうだもんな、死体が。待って、じゃあど真ん中だから後ろからちょっと確保に向かうわ。ああ、オッケーオッケー。おい、はい、ヒカルさんこんばんは。こっちの方まで来たら俺ができんじゃねえみたいな。あ、いけるね。よよよ、接近してるぜ。森蔵が。おーね、よいしょ。外から見たらなんかもうすごいシュールやりながら見ます。よし、ちょっと飲もうぜこれから、2人で一緒に。あ、あれあれ、あ、入った入った。うん、ナイス。あれ、この物資ってどこにあるの？14レベル。あ、待って、ストーリーミッション参加してないよ。参加しといて。ああ、そうだ、俺今武器チェックしたから外れちゃったの。さて、アドバンス、わお。うん、B 方向は大丈夫だと思うけど、ここの2つ横の、うん、コンテナか建物から2人出てきてて、うん、ああ、大丈夫だね、あの2人。本当に。おうおうおう。よし。しばらくいなさそう、敵は。大丈夫だな。大丈夫だ。あれ待って、これ入り口あるね。ああ、いる。近づかないと分かんないやつ。ドローンを展開。え、これ入り口塞がってんの何？いや、そこ多分乗り越えていけるんじゃないか。ああ、監視塔。ドローン展開。この対応する勢力の乗り物で接近することで開くって。本当だ。めんどくさ。ユニダットの車を奪わなきゃいけないの。きつくない？何その新しいの。いや、対応する勢力の車じゃなきゃダメだな。そうか。でもさ、そんなもん乗ったってさ、バレるときはバレるよ。降りたら。うん。何、服まで剥ぎ取れって。はは。変装するか。あの監視塔だけとりあえずやりたいよな。待って。ここどうやって入る？まあストーリーミッションの目的地。ああいうのは車両に乗るか発電機を破壊するかで開きます。ああいうのは車両に乗るか発電機を破壊するかで開くらしい。なるほど。発電機か。発電機で。そうだな。どこにある発電機？発電機探そう。ちょっと遠いから電波が。あ、ミッケ。ミッケ。いや、でもあそこ入るにせよ。中じゃねえか。結局中じゃねえか。中じゃねえか。ダメじゃねえか。もうちょっと。どっかちょっと車。大丈夫？ちょっと僕離れるよ、こっちの方に。うん。光線起こしたら真っ先に逃げるからね。おお。だって車探してこなきゃ。車ならね、さっきあったと思うけど、いた、戦車。あの戦車いいじゃん。敵降りてきたらちょっと、拝借。お、警戒されてない？大丈夫？大丈夫かね？セーフセーフセーフ。実はね、かなり遠いけどね、さっきのあれだ。EMP ドローンで破壊するんだ。なんだ？あ、ちょっと追跡されてるぞ、おい。警戒。まだ警戒。いや、追跡になってる。あ、本当だ。なぜ？あ、車降りてきてる。やべ、間違った。何してんねん。単語ダウン。でっけえ銃声を立てちゃったな。まあまあまあ。じゃあ俺車の中に入ろう。あ、そうだ、そうしてくれ。それか濡れ込んで破壊するのも良いと思う。車じゃないけどな、これ。あ、そうだな。破壊。いやー、でも今警戒中だからしばらく乗ってたらいいんじゃないか。開いた。お、開いた。あ、じゃあこの開いたまんまにして。あ、そうだ、しばらくここに放置。とりあえずね、しばらくそこにいれば警戒解けるはずだから。オッケー。ちょっと伏せってるよ。あら、なんか来てる。あ、やばいやばいやばい。死ぬ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 。おお、遅い遅い遅い。早く早く早く。敵いる敵いる敵いる。逃げましょう。はい、ここちょっと今度にしましょう。ストーリーミッションの方行こう。これはちょっと難しい。そっか、 EMP ドローンで破壊するか、もしくはグレポンで破壊するのもよしだ。グレポンは絶対見つかるわ。見つかるっていうか、警戒が。レベルもう1レベル上げないとな。ここまだドローン使えないな。 EMP。 あれ待てよ、これ地下じゃね？あ、嘘。地下の予感で、伏せろ伏せろ。はい。そしてここも監視塔1人。ハスター。あれ、消えちゃった。回線調子悪いね。待って、まだ迫撃砲で狙ってくるんだけど。あ、頑張れ。実はウィークボーイさん1人でやりたい説。いや、1人で別にやりたいわけでは。ないんだけど、ああ迫撃砲ヘリだヘリだ。お、すげえすげえ HTI。 何そんなやばい。ワンパンだ。マジかよマジかよ。いやでも迫撃砲が、あ、ちょっと待って、戦車の参加不可。マジで回線変わったんじゃねかもしれないな。ちょっとね、放送サイドやり直します。